先生からどこから始めるべきか、そのトピカルなことから言うと、今水島さんおっしゃった、ペルシャ湾のね、ホルムズ海峡で、イラン側がですね、要するに閉鎖、ホルムズ海峡閉鎖の挙に出るやもしれんと、はい、でアメリカというだけじゃなくてイギリス、もちろんイスラエルもですね、イランの核施設を攻撃するやもしれん。もちろん今おっしゃったようにね、各国その指導者の交代時期で国内世論を引き締めるためにですね、非常にその強硬外交の、ね、姿勢を示しているという、そういう意味ではいわゆるレトリック、修辞学として、はい、なんていうかな、経済制裁だ、それに対して海峡封鎖だと言われていると言われてますけども、しかしながら過去の戦争を眺め返しましたらね、お互いそういうレトリック合戦をしながらどっかで戦争が起こるなんてことある、ざらにあることで、我々数字として言うのもなんですけど、1割か2割か3割か知らんけど、ホルムズ海峡封鎖ということもね、あり得るんかなと、こう考えると、実は新聞記事読んだって、日本に運ばれている石油タンカーの9割がホルムズ海峡を通るってわけですね。こんなことくどくど別に情勢分析する気はないんだけど、普通で考えましたらね、これどうするんだろうと。あえて言えばですよ、この間1年間ぐらい、東北大地震以来ですね、原発、原子力発電、実質全面閉鎖みたいになってて、で普通計算すれば、備蓄は半年かそこらはあるんでしょうけどね、ホルムズ海峡封鎖は9割運ばれないとなったら、やっぱり原発再開ってことになるんかな。僕そういうリアルな問題を論じてんじゃなくて、例えばそういう議論がね、やっぱ正面切って新聞でもテレビでもどっかでもね、議論されるかと思いきや、ほとんど何もない。私が言いたいのはね、そのことを言いたいんじゃなくて、そこまでね、我々の日本人の戦後日本人の精神がいわば空洞化してる、経済の空洞化なんて言ってますけど、その前にですね、そもそもおつむが空洞化してるんじゃありませんかという乱暴な、ね、皮肉を飛ばしたくなる。一言、こんなことだけじゃ、なんかこれからみんなで NHK の今日のなんとかみたいになるから理屈っぽいこと言うとですね、僕戦後日本なんか、でも水島さん最初は戦後保守って言ってたよ。だから戦後保守が中心になるだろうと予想しながら、まあ、ただ、まあ、それはいいんですけど ね、いやいいんです、戦後日本でもいいんですけどね、はい、僕はあんまり言うとあれだけども、根本的には保守の問題として言うとね、かつてエドマンド・バークという人がフランス革命に対する反省の中で、自分たちは改革を厭うものではないのだと、自分たちが望んでいるのは英語で言うと、そのリフォーム・トゥ・コンサーブであると、何か大事なものをコンサーブ、守るためにね、現状が障害になっていればそれをそのリフォーム、改革するんだと。ところがこの間ですね、もちろんいわゆる日本の左翼陣営は改革のための改革、リフォーム・トゥ・リフォームみたいなことをと言ったら言い過ぎかな。その背景には、ね、例えばかつてでしたら社会主義っていうのは素晴らしいもんだっていうですね、これは今はもう全部暴露されましたけど、空虚な理想があって、そのためならばね、ともかく改革のための改革を積み重ねていればいずれ理想の実現に近づくみたいですね。そういうふうなですね、空理空論がもう遠の昔に20年がとこ前にね、冷戦構造の解体とともに崩壊したんだけども、それ以降ですね、結局のところはいわゆる左翼が崩壊したと言っていながらですよ、非左翼だ反左翼だ保守だとか一億総保守かなんて言われた時もあるけども、そんな連中がやってることは何かって言ったら、依然としてリフォーム・トゥ・リフォーム、改革のための、ね、改革しかない。これは日本だけじゃないんですね。アメリカだってこれこそクリントンからでオバマに至るまでチェンジチェンジチェンジしか言えない。チェンジって変革ですよね。変革していればいずれいいことが起こるという、実はね、左翼の定義ってのは本当はそれだったんですね。フランス革命の時に自由平等博愛というね、なんかおぼろなですね理想があることにして、あとはね、改革をともかく急激かつ大規模に推し進めるんだと言ったのが、ジャコバンたちの左側に、国民公会の左側に座った左翼でね、日本では左翼って言葉に社会主義的な意味合いを込めてね、社会主義なり社会主義に同調的なものを左翼というふうに言って、でもそれはね、根本的に僕にはさ、言葉の間違いであって、変革のための変革を言うやつらが、やつらっていうのは乱暴な方々が左翼だとというふうに定義すればね、
何社会党だ共産党だけが左翼なんじゃなくて、僕に言わせれば自民党だろうが、いわんや今の民主党だろうが、経団連だろうがですね、NHK だろうが、朝日新聞だろうが、産経新聞だろうが、読売なんとかだろうが、みんな左翼なんだと。これがね、もちろんカタカナか平仮名か漢字か、いろいろ文学的思考で言えばね、いろいろ区別あるだろうが、所詮ね、やっぱりそういう意味で、改革のための改革を、それが戦後というものであって、小さい声で言いますけど、これはもうあかんわというね、うん、そうですね、あかんわですか、あかんわ、というのが今日の実はそうですね、捉えないともう分からなくなってるんじゃないか。いや、みんなね、一人一人の意見聞くべき時間帯なんだけどね、僕ちょっとだけ言って、まだいいんだけど、おっしゃることよく分かるけど、やっぱり大事なことはね、本当に大事なことは、その原理原則って簡単におっしゃったけど、原理原則を直接的に、ね、具体的に表す。例えば豚は食べませんとかですね、牛は食べませんっていうね、そういうふうな、あれ何気なのか、愛国と反日っていうパラダイムでもおっしゃった時に ね、やっぱり、ね、相当イメージが具体化しちゃうわけですよ。なるほど、ね、でもね、僕それにこだわるかどうか、これ後々の議論のためにちょっとだけ言っとくんですけどもね、やはりね、そういうそのなんていうか、守るべきはね、そういうなんか具体的な作品と制度としての、なんていうかな、文化なのかね、具体的な制度、文化の中にあるね、日本人的なものの感じ方、考え方、話し方、議論の仕方、形ね、まあ、形かものかっていうのはこれ厄介な話なんだけどね、そのことを仕分けどっかでしないとね、そうですね、先ほどから出てますように、私も最初さようなら戦後保守というお話だと、また表現者スペシャルだったっていうので、まあそういった話をちょっと考えたもんですから、それを申し上げますと、なかなか私は今一応表現者にも書いてますし、保守を目指してると。で、保守っていうのは私にとってはどういうイメージかというと、簡単に言うとですね、経験を積んだ大人の知恵みたいな、そういうイメージなんですね。で、そうなりたいと。で、私はまだそんな年いってないのでですね、保守見習いなんですね。だから、そうだ、もうちょっと加齢臭が出ないと。あ、すいません。あ、すいません。保守になれないなと。で、それは何かというと、人間も社会もすごい複雑。その割には人間の能力は限界がある。特に理性には限界あるから。いろいろ試行錯誤で経験積んで、やっと大人になって後からああこうだったのかって分かるものがある、それを身につけたいっていう、単純に言うとそんなイメージなんですね。そうすると保守の人っていうのは、実際に保守と言われる立派な先人たちは日本でも外国でもそうですけど、もう卓越している。一回読んだだけではもう全部理解できなくて、年取ってもう一回読み直すとまた分かるみたいなですね、超一流の人しかいないんですね。めちゃくちゃ頭が良くて、いろんな経験を積んできて表現力が豊かと。これが保守だとするとですね、なんか日本に保守って言ってる人は多すぎる。ちょっとあまりにも多すぎるっていうのがやっぱり問題で、そんな簡単にたくさん出てきてもらっちゃ困るんですよね。なんかその靖国参拝をしたから保守だとかですね、日教祖と対決してるから保守だとかですね、なんかそれは保守じゃなくてバカなんですよね。で、その単純な理屈を繰り返すマッチョで自己愛的なバカがですね、保守って呼ばれてるのが、私一応保守になりたいと思ってるので、そういう人たちが保守って呼ばれてるのがなんかものすごく嫌だと。で、別に媚び売ってるわけじゃないんですけど、そういう意味では保守っていう人はやっぱり老人が保守であるべきで、若い人結構やんちゃだった人でも年取ってくるとだんだん面白くなってくる、だから保守っていうのは老人のもので、若者は革新なんですが、この国ではですね、なんか老人のくせに若作りして改革とかですね、まあ寺脇先輩いらっしゃるから役人で言うといい年こいてですね、脱藩官僚の会とかですね、もうガキみたいなですね、連中がいっぱいいるんですね。それがものすごく嫌だって、なんかあんまりイメージとしてはそういう感じで考えてます。はい、石原慎太郎さん、そうそうそう、それはそうだね。
あれね、三井さんおっしゃったの、はい、吉田茂のね、かつてまあこういう場だからちょっと話を入れて言うと、はい、高坂さん政治学者のね方々が吉田さんのことをそのリアリズム現実主義としてね60年代方に高く評価して、それ評価された理由は50年代まであの日本のそれこそ左翼って社会主義的左翼のね空想な理想主義が、まあ、これは僕も昭和35年頃いわゆる全学連でその、僕の場合は理想も何もなかったんだけどちょっと暴れてみただけですけどね、そんな連中たちに対してあのやっぱり現実を見ろと、日本はねアメリカなんていうかな反米と言ったってですよ、軍隊も解体させられてね経済もどうのこうのと、アメリカとねあれこれ協力せずしてですよ、向こうにソ連がいる中国がいるでいやもうやっていけないだろうと、その現実をねなんて現実主義のやっぱ祖としてねなんていうか吉田茂を、ね、うん、評価するという、はい、そうですね、僕ねそれはもう別に僕もそのあの時代で考えればそうだと思いますけれども、何か吉田茂的な現実主義っていうのは、うん、ちょっと行き過ぎるとね、要するにあれですけどね、状況適応っていうの、現状追随ね、本当に もうそういう本当にはなんていうかな、先ほど安岡さんが主体性って言ったけど、どんな言葉でもいいですけどね、その主体性が個人の主体性なのか、国家の主体性なのか、歴史から出てくる国柄のね表現なのか、いろんなことあるけども、やっぱりそういうものをね、本当になんていうかな、ゼロにしてしまうような状況追随っていうものの、やっぱりそのなんていうかな、これは今まで人間に概ねあることで、別に吉田茂だけじゃないんだけど、戦後で言えばね、そういう状況適応現状追随主義のそういう路線をね敷いた人間ということで、うん、ということはあれでしょ、水口さんおっしゃりたいんでしょ、そういう形がね、彼になんか独立のあれがあったと、それはもう政治家だからね、権限セックぐらい残してるんですけどね、でもそれはやっぱり彼は状況適応のなんていうかな、非常にオポチュニストでね、中国大使からそのイギリス大使になったプロセスをずっと見たってね、彼に何か日本の国家の歴史なり何なりを引き受けるね伝とした構えがあったとは僕思うの、あったとしたらあの時代の人に全てにあったことを吉田茂も少々はなりね多少はなんていうかな、そういう意味じゃその状況適応っていうんですか、現実追認って言いましょうか、にいかに適応するか、まあそういう考え方はまあ戦後保守がねやっぱりずっとそれをやってきたわけですよ、だから対米関係をどうするかとかっていう、ただやっぱりそこに傾きすぎてるますから、うん、やっぱりどうしてももう限界も出てきたし、ね、その問題だと思うんですね。いや、それにちょっとね、うん、僕こういう場だから、僕は福田恒有さんね、高村さんものすごく尊敬してて、戦後はある意味じゃ唯一の知識人だと言えなくもないぐらいに思ってるんだけど、にもかかわらずね、僕遅ればせにね、僕がガキの頃暴れた時にあの方が出された何でしたっけ、常識に帰るかな、それを遅ればせに読んでみた時にね、まあちょっとね個人に何で指さすようで悪いんだけれども、やっぱりあそこに書かれてることもほとんどね、やっぱ僕の目にはなんていうかな、現実主義ね、空想な左翼の空想な、ね、理想主義でお前たちに何をやる気ないんだって現実を見ようっていうね、ほとんどねそれに尽きてるような、僕ねびっくりしたのは、もしもね、本当なぜあの時、まあ、福田さん個人はいいんですよ、福田さんを中心とするね日本の戦後保守のね、言ってみればなんていうかな、そういうその先達たちがですよ、だって現実を踏まえての理想であることは確かだけども、理想を目指さない現実なんてのはね、こんなものさ、けだものの生活みたいなもんであって、だとしたらなんであの時自分たち保守派はね、自分たちは社会主義者左翼主義者の理想と違う、自分たちの理想はこうなんだっていうね、そういうね積極的なあれは出してないんですよね、福田さんですら出してないんですよね、そういえばそうですね、ちょっとね遅ればせにびっくりしたことがあったのか、平和さんっていうね、まあ、戦後でもちょっとさ、その前にね、僕はちょっと安岡さんに乱暴言った理由はね、今遅ればせに説明すると、つまり主体性というね観念概念それ自体がね、まあもう言葉つまん簡単で言えば近代主義的というか左翼主義的いうね、たっぷりあれでしょ、主体っていうのはサブジェクティブですけどね、主観性とも訳しますけどね、もともとサブジェクトっていうのはあれです、進化サブですからね、神様、宗教的にキリスト教で言えば
神という絶対のものがあってね、その絶対者に対するしもべである人間ね、神のしもべとしての己をね深く認識することが実は主体的だっていうのはね、サブジェクティブだっていうのが多分キリスト教の方のね、イスラムもそうかもしれないけど原理でしょ。僕ね別にこの宗教論議しようっていうんじゃなくてね、その主体性とは何かと考えたらね、やっぱり神のしもべだっていうのはキリストさん言うかもしれないけど、僕たちで普通で言えばじゃあね人間は何かと自分は何かとなった時に歴史の影響とかね、あるいは共同体の影響とかそういったなんかいろんなもののね、そういうこう自己認識ですよね。そしてもちろんですよ、そんなね何かに還元できない、歴史にも環境にも何にも還元できないね、やっぱり己独自のものっていうのはそう確かになんていうかな残るんですけどね。したがってそこの議論は大変難しいと思うけども、最初から日本に主体性があったかどうかって話になってきたら、ちょっとの話が僕左翼主義的すぎてよくない。結局ねその辺定義しなくちゃいけなくなるのとね、日本の場合、私さっき中野さんが言ったことで言うと、つまり世の中はうまくいかないよと、基本的にはうまくいかない、そんな簡単に変わるもんでもない、人間も変わらない、こういうある種の定感というか断念というかね、こういうものを踏まえた上で少し大人というのがあるとしたらですよ、中野さんに言うね、そういうものをやっぱりあるっていう気がしましてね、そこのところが例えば戦後にね新しい日本作れるんじゃないかとかね、やっぱり出発とかいろいろあったような気が実はしてましてね、これですね、実は中野君の話、本当は受け継ぎたかったんですけどね、やっぱりイギリス流の保守思想をですね、単純にまとめると次の3つの性格を持つという一般に言われてるんですよ。一つはこれ非常に深い問題なんですけども、スケプティシズム、懐疑主義ね、これ先ほどの改革思想とも関係あるんですけど、人間の考えるね理念でもいいし、プラン計画でも何でもいいんだけども、所詮人間が考えることですからね、パーフェクトであるはずはないと、インパーフェクション、不完全であると。そしたらね、自分の主張でも相手の主張でもいいんだけども、その主張はとことんね一つのハイポサシス、仮説に過ぎないんだ、仮説の中には歴然と間違った仮説すらあり得るんだっていうね、自分たちの言ってることをね、スケプト、もともとスケプトって懐疑って訳すけど、もともとあれ考えるって意味なんですね、考え深いっていうのがスケプティカルって意味らしいんだけど、やっぱり自分の言ったことをもう一度、自分たちの言ったことをもう一度解釈するというね、これ何言ったかというと、今なんか何の解釈もなしにですよ、構造改革だ、大阪改革だね、TPP だっていうのは本当の自己解釈なしの言説がね、これは別に政治のレベルだけじゃなくて、あらゆるところにメディア界に広がってるわけですよ。そういう意味でのね、その会議、そういう意味での自己解釈としての懐疑主義がね、腰の一つの柱だと。そのことと全部関係あるんだけど、もう一つは今の哲学論になるんでしょうけども、社会論として言うとね、結局ね、なんていうかな、人間の関係っていうのはその歴史的な共同体っていうものをベースにするんだ。もっと言うとね、社会っていうのは有機体として成長していくもんなんだと、社会っていうのはなんかアイデアとかプランで設計しちゃいけないもんなんだっていうね、これはもう何千何万年って何百年っていう歴史の中で徐々にね、徐々に一つ植物のように成長したり発展したり時々枯れることもあるんですけどね、そういう一つのそのオーガニズム、有機体なんだと。それをね、科学的知見とかでしょ、なんかでもって大幅にね、その設計し直すとか改革し直すなんてことはね、社会論として間違ってるんだっていうのも一方の柱でしょ。ですからその懐疑主義と有機体論、最後に政治的に言うとあれなんです、グラディアリズム、前進主義なんですね。これ全部関係してますけど、今言ったこととそれゆえにですよ、自分たちに言ったことを懐疑する、そして自分たちは実は有機体的な歴史のね環境の中に生存している、それゆえにですよ、それでも人間たちはいろんなことを考えていろんな改革も出すわけだけども、これはねあくまでね、あできればかな、できればグラディアルね、全身的な、つまりラディカル、急激な根源的な改革なんてものは自分たちは不完全だからね、そう簡単に手がけてはいけないんだと。仮に急激な大幅な改革が許されるとしたらね、本当に一つのパラドックスなんだけども、現状は戦後日本のようにね、革命だ改革だなんだかんだって次々と何もかもね
ぶっ壊していくことを進歩とするような現状はもしもあったとしたら、この現状こそは急激かつ大規模にね、ひっくり返して保守に戻れという意味での保守的革命論はその成り立つわけですよね。まあそれは余計なことだけども、いずれにしてもね、懐疑主義と有機体論と前進主義というね、この3つがね、保守思想の柱だとしたら、戦後日本になかったとは言いませんけど、あったとしたらむしろね、戦前戦中のね、人たちはそんな哲学も社会論も政治論もなくても、おのずとね、ある程度の中野君が言うですね、大人の知恵があってね、そこそこね、懐疑的で、そこそこ有機体論に踏まえて、そこそこ前進的にやってた。でもこれは戦後のね、戦後なんて戦前戦中のイナーシャというね、なんていうかな、なんていう、残りかすとしてね、残っただけで、それが昭和が進むにつれ、まして平成が入るにつれ、プツンとね、そういう歴史のイナーシャ、感性の法則、それすらなくなってしまって、本当先ほど言った意味での保守思想から全く無縁な平成日本が出現したというね、お化けが出現したぐらいに、もともとお化けの種はまかれてたんですけどね。この3点は経済なんでしょみたいな話。いや、僕は寺脇さんのおっしゃったことを否定するわけじゃないけどね、経済市場主義がおかしいの、おかしい根本の理由はこうだと思う。金の話でしょ、あるいは技術、金を生み出す技術の話でしょ。金銭とか技術はね、ある明確な形を与えうるわけ、与えやすいわけですよ、と同時にね、明確に軽量化、数量化できるできやすいのね、つまり形式と数量の整った、そういうね、思考が好きで、そういう振る舞い方が好きでね、そういうことの計画設計書を書く人が好き、というのはね、それこそまたもう端折るけども、近代主義としての左翼主義であってね、したがって先ほどちらっと僕、経団連なんか全部左翼だって言ったのは、根本のそのなんていうんですか、精神の在り方がね、形が明確じゃないと不安になる、数量で示されないと不安になる。ところがまあ中野君に媚び売るようだけども、経験を積んだ大人の知恵ってのはですね、なかなか形が定かでもなく数量もおぼろでね、まあそういうもんでしょ。いや、だからですね、これね、ものすごく難しいんだけど、中野さんがおっしゃったね、経験を積んだ大人の知恵っていうのをもうちょっとね、説明しようって言われたら、多分ね、こんな言い方になると思う。先ほど寺脇さんがね、なんて言いましたっけ、要するに、金銭武士は食わねえど、武士は食わねえど高い王子、金銭経済市場主義なんていうのはもうとてもじゃない保守じゃない、それ全くその通りなんだけど、ところがみんな知ってるのね、武士は食わねえど高い王子であるね、高潔の士として生きることも大事だけど、同時に例えば衣食立って礼節を知るね、知るね、やっぱりね、貧しくなるとね、あるいはなんていうかな、貧すれば鈍する、みんな、僕が言いたいことはね、何かね、人間も国家もそうなんですけど、いつもね、一筋縄でくくられない、きれいにコンシステント整合的に説明しきれない矛盾とかね、あるいは逆説を抱えて、なんていうかな、だから生きているというね。でそうすると保守とはね、何かって言ったらですよ、そういう人間の、ごめんなさい、もうちょっとだけ説明すると、もちろん保守はね、理論とか論理をね、排除するわけじゃないんだけども、保守はこの次のことを知ってるわけですよ。どんな理論もね、必ずその前提から始まる。前提はどこから出てくるかとなるとね、やっぱり感情から出てくる。どんな感情でもいいとはいかないだろうと。そうすると人々が納得できるね、落ち着いた、長続きする、そういう感情からある前提を置いて論理が始まるんだろうと。問題はこの、ね、安定した、ね、長続きする感情は一体どこから来るのと考えた時に、僕はね、ちょっと話がある、脱線させて悪いんだけれども、日本の、ね、戦後でも戦前でもいいんだけど、いわゆる保守派の人たちっていうのは、どちらかというと文学系統の人が多かったんですよね、典型的に言えば三島由紀夫さんでもいいんですけどね、そうするとね、文学者に任せておくと若干やばかったのはね、例えば美意識の名のもとにね、感情というものがね、相当それ自体複雑なものだということをね、文学的に、僕にはあえて言えばね、ショートカット、短絡化させてしまうというね、傾向があって、簡単に言うと喜怒哀楽ね、それに4つの感情のね、それは誰だってそうなんで、ものすごく複雑な感情の中にいるでしょ。そうしましたらね、厄介なのは、保守として厄介なのは、その喜怒哀楽のような感情、
安定した感情を求めても実は不安定な感情がもうゴロゴロあるというね、そういう中で先ほどの話戻るようですけども、矛盾の中にあって武士は食わねえと高いようじ、え、食たって礼節を知るね、この矛盾をどういうふうに乗り切るかというのがね、あの大人のですね知恵ってことになりますでしょ。どうしても最後の一つが必要なんだけど、じゃあそれ乗り切るとか、え、バランスを取るとかどういうこととなった時にね、これ状況の中でしか具体的に表現できないわけですよ。状況抜きにしたら矛盾の中でバランスを取って生きること、これは保守の知恵ですよと言えるんですけどね、じゃあ何なんだそのバランスの術とはとなった時にね、具体的に言おうとしたらある状況の中でしか語れないんですね。もちろんこれ今の状況とは限らなくていいんですよ。大東亜戦争起こるその歴史上の状況の中で果たしてあれはバランスを取った、山本五十六はバランスは取っていたのかとかね、栗林陽太のバランスと、そういう議論はでも状況の中でしか語れないでしょ。さてそんなこと言ってきりはないから、僕はこうだと思う。状況の中ってことは今で言えば、まあ、中野君たちが頑張ってるからその問題で言えばね、例えば TPP という問題がね、関税撤廃なんとか浮上してくると、この具体的な状況の中で浮かんできた問題をね、もちろん賛成反対も含めて、どういう意味で賛成かどういう意味で反対か、どの程度なら賛成か反対かってことをね、具体的な状況の中で、これ TPP に限らず靖国だろうが宮家の問題だろうがね、次々と起こる具体的な問題に次々と対応しながらね、いわばね、そのなんていうかな、知恵あるね、経験を積んだ知恵ある表現の仕方をしてみせるというね、そうなってきたらね、先ほど富岡君がちらっと言ったその実践と知識の問題なんだけど、保守思想を具体的に語ろうとしたら絶えずね、これは別にそのなんていうか街頭でデモやるかなんてことじゃなくて、出版物を出すとか雑誌を出すとかね、人前で喋るとかってことも含めてのね、表現活動としてのね、なんていうかな、状況の中でしか保守は、ね、具体化できないんだってね、そういうふうに解釈しておかないとね。その通りだと思うんです、うん、僕ちょっとさっき言いたかったのは、だから先生今おっしゃった文学者系に多かったって、そうですよ、で文学者系はやっぱり一つ の, その言葉なり美意識なりの世界でやっぱり完結させてるわけですよ、うん、だからどうしても状況に何かもう一回フィードバックさせて、その葛藤とか調和の中でね、もう一回それを表現をやり直すってことをしてこな、し、まあ、する必要がなかったっていうか、しなかったんですね。そこはやっぱり戦後のね、そのまあ非常に高級な保守思想家 の,、まあ、さっき名前出したような、うん、まあ、福田恒治さんとか小林秀夫とか田中道太郎とか含めてね、まあ、田中さんなんか確かに論壇辞表とかやっておりましたけれども、ね、やっぱりそういうところがね非常に大事な課題で、その点で言えば、うん、あれですよ、福田さんがそのことを分かっていて、そうですね、したがってあの人は劇作家であり、ね、うん、シェイクスピアの翻訳家であり、何なんだけども、はい、絶えずね、そういうなんていうか政治的な日常的な出来事に関わるようなことをずっとやり続けて、ね、うん、でおそらくあれはね、彼は単にね、なんていうかな、暇つぶしやったんじゃなくて、うん、あるいはね、 こんなこともできますよってやったんじゃなくて、やっぱり自分のその思想を語るためには具体的状況でしか語れないってこと分かってた、ね、だから状況に対してついには問いただしたことというね、ことありって常に言ってましたよね、うん、まあ、そういう本も出してるわけだから、うん、だからやっぱり保守層ってのはついに問いただしたきことありっていうね、だからしたがって僕の水島司会者に対する提案はね、保守とは何ぞかってことはね、とりあえずまあまあ終わったことにしといて、だから水島さんがどうしても三宅問題をやりたいって言うのは三宅でもいいしね、何でもいいんですけど、 TPP で何でもいいんですけども、橋本問題でもいいんですけどね、うん、そういう問題を我々がどういうふうにね、うん、朝日新聞とも違う、産経新聞とも違うね、こういう語り口が、俺たちが思うね、保守の思想の実践的認識なんだってことをね、そういうふうに議論を持っていかないと、なんか保守論自体がまた空回りするとね、困るな。もちろんそれはあると思うんですね、うん、ちょっと待って、原理もの、ちょっと待って、それを、うん、でも、ね、そういうふうにいいんだけど、全部分かって言うんだけどね、でもそういうふうに考えない、先ほど僕の発言とくっつけて言うと、
家族こそはね、あ、ごめんなさい、最初言っておくとね、右翼方面の人たちの家族の僕あんまり好きじゃないのはね、うんうん、急に家族を実体化してね、はいはい、なん例えばだけど、なんて言ったって夫婦愛は大事ですよとかねなんて言ってもね、親のこう思う気持ちはって話持ってきがちなのね。でもね、僕はね、もちろんそれは認めた上でいいんだけども、家族こそはね、実に先ほどの言えば恐ろしき矛盾の場所であって、そのことを杉原さん言いたいんだと思うんです。いや、僕はそこに入った方がいいというか、そこ違うんですよ。長女が入った方がいいじゃなくて、うん、もうそれはいいんだけど、男と女の矛盾とかね、申し上げた親とこの間の年齢の矛盾とか、うん、あるいはその他もろもろね、そこでね、やっぱりその矛盾をどういうふうに生き切るかというね、そういう精神的訓練の場所ね、うん、この精神って言っちゃいけないかな、感覚も含めてね、うん、まあ、感覚も精神か、そういうものとして家族は大事なんだって議論をね、これまでいわゆる保守派の人はほとんどしてこなかったってことはあるのね、うん、でそういうのは全部ね、文学の方にやってね、こうやって文学に任せとくとさ、女の男に対する裏切りとかさ、子捨てとか親捨てとかね、そういうから、うん、文学のやっぱり少しは、うん、分かったのかな、ね、厄介にいろんなんですけどね、結城太一っていうのは僕で、うん、僕だって みんなが言ってるから、僕がとりあえず言ってみただけなんだけど、実は有機対策ほどね、植物になぞらえたけど、本当はそれが良くないんでしょうね。人間のね、精神の有機体っていうのはね、家族は有機体ですとなるとね、本当にまた古臭いね、なんかなんていうかな、家族があるから大丈夫みたいなことになる。でも精神の有機体だっていうことは、もう何言いたいかというと、家族というね、男と女、あるいはあの年寄りと若者、エトセトラのこの矛盾をね、なんとか乗り切るね、精神の術が、それ精神術が一つの有機体となって、歴史的にね、成長し持続し、我々になんていうか伝え残されるというふうに考えなきゃならないんですよね。そしたらこれはね、相当ね、ちゃんとした生活的実践も必要であると同時に、生活に対する解釈も必要でね、うん、ところがその日本人は右翼であれ左翼であれ、自分たちの政治思想だね、文明論だろうですよ、そういう問題とどっかでつながるような形で一貫して論じるっていうね、ほとんどそういうことやってないんですよね。だから家族の解体はもうパーンと進んじゃったっていう、ね、確か福田高村が、うん、でもね、それは分かって、それでもいいんだけど、僕寅さんね、この前訳あって何本か見させられたの僕の結論言うとね、もちろん寺木さんで間違ってないんだけど、やっぱり僕ひどい映画だと思うのはねはっきり言うとですよ、寅さんは敵屋でしょ、うん、敵屋なんてね、あれ1970年代から始まった映画だと思うけども、うん、この世から敵屋って商売もう消失してるんですよね、うん、せいぜい60年代の前半ぐらいじゃないかな、かろうじてあったのはね。それからそもそもさ、先ほどの話で言えばですよ、懐に500件しかなくてね、敵屋の商売もこの日本列島で消滅してるのにね、なんであいつは生きてるかって大問題が発生してくるわけね。またいろいろ数えられるんだけど、例えば3番目にすればね、あのね、あそこの団子屋もひどい団子屋だと思うんだけれども、僕ね、一般庶民をね、やっぱりね、あの共産党の山田洋次さんは相当やっぱり軽蔑してると思う。その意味はね、一般庶民っていうのは結構ね、お前 TPP とかいうものどう思うとかね、今度のね、野田の首相の顔はちょっとボケてんじゃねえかとかね、そういう会話もあるのが庶民なんですよ。でもあそこにあるのはもう何にもね庶民っていうのは案外ですよ、そういう意味において知的なものだっていうことね、僕は別に庶民にリップサービスしてるんじゃなくてね、やっぱりそういうもんだってことが、あの映画一切出てこない。はっきり言えば団子話とか寅さんのね、失恋、くだらない失恋話しか出てこない庶民ね。それをね、あれ知識人がね、やっぱり庶民の知恵を学ぼうって言ったってね、これはね、やっぱ左翼主義のひっくり返した、それはそうです、どういうふうに思うのね。だから日本はね、厄介なことになってるんですよ。なかなか国民的映画で言えばね、僕はやっぱりさ、この理想主義から言ったら、この正月始まったら朝7時か8時から座頭市やってるんですよ、はいはいはい、おめくらさんのね僕ね、あっちの方がね、もうあれ完全な嘘話ですけどね、荒唐無稽だけどね、あそこにはヒロイズもあるし、義理人情もあるしね、もうあれこそまあもちろん、関わるしかないんじゃないかと思うんですよね。でもあなたがおっしゃったその深、家族の解体不可避だ、僕もそう思ってるけども、うん、その解体を推し進めたものとしてね、例えば男女問題で言えばですよ、目の前にちょっと乱暴だけども女というね、まあ、自分の神さんでいいんだけど、女という訳の分からぬ
かなりわけのわからぬものがいるね。でもね、それと関係を持つっていうのは、先ほど言った言葉で言えば、本当矛盾からね、あるいはもっと言えば混乱から免れないんだけれども、実はね、その混乱なり矛盾なり、そういうものをね、引き受けるのが一番面白いことだっていうね、というふうにね、近代人は考えなかったわけですよ。矛盾を解決する、解消するというね、そしたら解体がどんどん進むというね、それでその保守につなげていけば、本当は子供だってね、あんなの30も年、あ、ごめんなさい、中野さんとは30ぐらい年違うんだけど30も年違えばね、それは訳が分からんですよ、子供から見ても親が分かる。でもそれが面白いんだっていうね、面白いっていうか、面白いって言い方おかしいかな、これをね、分かろうと努力、分かりきれないだろう、分かろうと努力する、少々分かればね、関係は混乱を何とか回帰しようとね、小さな空間で努力するね、こういうところで自分のね、精神なり感覚が鍛えられると、そういう意味でね、面白い、またとないね、もうやっぱり行き場所、生きがいがあるし、死にがいがある場所だぐらいにね。そうです。例えば、文学でちょっとまたあれですけどね、自然主義のね、中で、まあ、正宗白鳥って作家いましたけど、彼なんか、まあ、小林秀夫と大論争になったり、トルストイの家出問題、トルストイって大作家大思想家で、まあ、ガンジーに影響を与え、最後は僕はかみさんのヒステリーで家出して途中の駅でぬたれ死んじゃうんですよ。でその白鳥は、そのこれぞね、トルストイの、あの生き方最後だって言って、小林がね、それは思想と実生活を取り違えてんだということで大論争になったんですよ。でもその後ね、やっぱりこの論争っていうのはなかなかね、面白いな、深い論争で、戦後その白鳥正宗さんと会った時に、小林がね、ようやくあんたが言うことを分かったと、白鳥さんっていうのはね、あんたが言ってた生活っていうのは思想だったんだね、っていう。でね、これこそまさにね、あの本当にその保守、保守って言ったのが、まあ一つの、あのそういう考え方だと思うんですよね。でそういうやっぱり葛藤とか、まさにその大人になってって小林秀夫も、いや実はね、あの僕そうだったっていうね、富岡さん、鎌倉の人でね、こんなことね、思想的に暴露するのは嫌なんだけども、あの説明の便宜のために言うんだけどね、鎌倉にかみさんと一緒に泊まった時に、かみさんが、まあ腸閉塞が多分起こり始めて、ものすごい苦しみにもだえてて、僕夜中3時頃酔っ払って帰ってきて、これからが味噌なんですけどね、うちのかみさんが多分ね、もう半分意識朦朧としながら何言ったかというと、暗闇で僕の顔見ながら、日本はどうなるのって言ったのね、その時僕呆然と、言ったらこの女何を考えてるんだと、本人長年って腸閉塞なのに、何で日本の、でもね、僕の解釈結論を言うと、こう多分ね、この可能性あるんじゃないですか、男といい女といいね、自分がこう崩壊する時、つまり死に近づく時にね、やっぱ自分とは何かってことは、おそらく無意識なり潜在意識で、人はあれでしょ、なんていうかな、あの、なんていうんですか、言葉の動物であり、言葉は日本、自分のものじゃない、日本のものであり、言葉は歴史の作り物であり、感覚も全部含めてね、その時にね、自分が死ぬということと、日本も危ないんじゃないかってことはね、つまりうちのかみさんは政治にも哲学にも一切関心のない、かみさんのことはどうでもいいんだけど、そういうね、人間ですらギリギリの、しかも小さな空間に起こるね、病気なの、死なの、エトセトラの中で、人間個人とね、この場合日本ってことですけど、それがふーっと近づいてくるような、そういうことがね、精神の感覚の世界で起こるんじゃないかっていうのが僕の解釈なわけね。全くね、私あの特攻隊のドキュメンタリーやって知った時ね、先生と今おっしゃるね、特攻隊員が、小林さんは究極の痩せ我慢なんてこと言ってたけど、そんなもんじゃないんですよ、あれ一体化していく、つまり公と私っていうのはね、そんなこう対比して正反抗でいきますっていう、そういうのじゃなくて、全く今おっしゃったあの感覚ですよ、あの自分がもう死ぬっていうこととね、だからすごいね、今の感覚は あると思いますね。だからそこまで考えると、僕のことは神様のことどうでもいいんだけどね、なんか人間っていうのはね、一般の知識人なり何なり思うようなね、そんなレベルでは捉えきれないね、というところにまで入ろうとするのが大人の知恵みたいなね。でしかもこれ科学的に述べられる、あのぜひその今言った大人のマナーボードに2人とも今入っちゃってるんで、あの中野さんに。あのだから保守見習いだし、家族論なんてされても困るんですけれども、あの今までの話に水を差すようですけれども、今家族論でこういろいろ
話が出てますが、家族は当然男と女がいるわけですけど、ここ男しかいないですよね。男、別にフェミニストを気取るつもりはありませんが、男の視点から家族っていうのはこういうもんでこういうもんでって、いいところがあって悪いものあってって、これ僕の分かりませんけど、これ視聴者で女性がもし見ていて、でもちろんチャンネル桜の視聴者ですから保守的な女性ですよね、男たちが勝手なこと言って全然違うってもし言ったらどうなるのかなって というのはですね、なんでそう思うかっていうと、あのさっき言ったその私が目指してる保守じゃない、まあ面倒くさいんでバカ保守って言っておきましょうが、バカ保守って圧倒的に男が多いわけですよ。国益のために戦うとかですね、なんかそのバカマッチョ保守ですよね、圧倒的な男が多いんですけど、別に本当に媚びてるつもりはないんですが、保守的な女性の方は割とですね話せるし魅力あるし、正直言って綺麗な人も多いんですよ。だからいや、これ本当にはっきり言っちゃうと、もう保守的な男はなんかあんまり好きな気付かないやつ多いんですけども、女性はやっぱり保守に限るかなとか思う。すいません、たまえもない話で。ちょっと言わせてください。あのね、ちょうどたまたまなんだけど、3日ほど前ね、白石和文さんのね、そういう恋愛小説読んでたんですよ。だからそれでね、あの人あの進歩的な作家だと言われてるんですけれどもね、女性がね、なんかね、旦那がね、要するにね、あの食事とか作ってるっていうね人が出てくるのね。で女はね、言うわけ、男の人はね、やっぱりね、いくら料理できたり家事できてもね、やらないんだと。こういうことは女がすることなんだって。で女としての存在意義がないという。でね、男の人はじゃあ俺は何したらいいんだったらね、それこそね、どうでもいいようなね、天下だのね、星だのね、そういうことを考えるのが男でしょうって言うんですよね。でわあのびっくりしてね、なるほどなとか、別に納得したわけじゃないんですよ。あのこれがね、その左翼とは言いませんけどね、白石さんはね、あの進歩的な恋愛小説でね、そういうのをね、もう強烈打ち出してくるっていうね、不思議な感じがして。この間 MX の時でしたか、あの MX の対談やってた時、どなたか言ってたような気するけど、あの家事をやる方がエネルギーがかかるというのは、どなたか言ってたような気がする。チェスタトンの話でしたかね。いやそれだってあの、ね、猫でも女でもって俺言っちゃったけど、よく覚えてないんだけど、同じことを繰り返すのはね、うんうん、例えば女の問題で言えば、現代の女たちはもうか、ね、家事ね、炊事、同じことの繰り返しは退屈で、うん、あるいはいわゆるキャリアウーマンたちがね、主婦なんかないんさと同じこと毎日繰り返してって言ってバカにしてる、うん、でもそうじゃないと、同じことを毎日繰り返すのはものすごいエネルギーがね、有り余ってるから繰り返せるの、うん、新しいことに目移りしてるのは実はね、うん、生きる活力が乏しいからね、うん、何か新しい刺激はないかなってうろうろしてるんだってなことをチェスタッドが言ってて、そうでしたね。でちょっと中野くんの話ね、分かるけどね、ちょっと俺もね、うまく言えないんだけどね、うまく言えないんだけど、この可能性ありますよ、うん、例えばね、保守派の知識人の小林さんの日田さんの典型的なんですけどね、お年を召された後のお顔がね、どちらかというとあれな、老婆のおばあさんのような。福田千里さんもそうだった、うん、もうちょっとね、こういう名詞はどうでもいいんですけどね、僕の72年の経験によるとね、星川さんかともかくね、まあまあね、まあまあ立派に生きて死んでった老人のね、年齢取った、うん、時の顔はおばあさん側に近づいていくんですね。それからの推測もあるんだけど、実はね、あなたまだ若いからね、また偉そうに言うけどね、ある程度年取ってくるとね、女の気持ちがね、だんだん分かるような気がする。今度逆に言うとね、また女で、まあ、俺女になったことないから神さんのまた利用しちゃうとね、今病院入院してるでしょ、そうするとね、時々ちょっと調子いい時にね、なんか森役の短編小説読んでたの、したらね、神さんが濃いんですよ、本当にね、老人病院に入ってると森役が正しいってことが分かる、森役何言ってるのって言ったら、森役は女はバカでないとしたらヒステリーだと、本当に病院にいるとね、おばあさんたちが、自分おばあさんなんだけど、こうね、聞こえてくる声、振る舞い方、なんとなくね、バカかヒステリーかしかいないっていう。でもね、うちの神さん女でしょ、そしたら女がね、女はバカかヒステリーかいないってこと、女が分かるわけね、そしたらそれもまた矛盾って言えば矛盾なんだけどね、まあ、ちょっと話がこれで終わるけどね、結構男女関係もね、あなた女がいないからさ、なんていうさ、そうあの単純に分類しないでいただきたい。全部違いが分かりますよね、その。ちょっと家族とか女性とか、まあ、具体論からまた、うん、あの抽象論に戻っちゃうようなところはあるんですけども、
さっきのその女性の同じことを繰り返す活力っていうのと関係するんですが、これは結構元の議題である保守っていうもののいい特徴だなと思います。というのは西部先生が3つ、懐疑主義スケプティシズムと歴史的有機体説と、まあ、グラジュアリズムと挙げたその最初の懐疑主義ですね、これと非常にその活力っていう関係があると。で人間はどうせ能力には限界があるんで、全ての議論が仮説にとどまってしまうので、そうすると何をするかと延々と議論をすることになるわけですね。なるほど。ところが私のいとこのその戦後保守バカ保守っていうのはですね、必ずですね理屈じゃなくて実行だとか行動だとか具体的に処方箋を出せって、議論ばかりしててもしょうがないとか井戸端会議だけしててもしょうがないってすぐこう言うんですね。ところが先ほどから名前出てる保守思想家として、まあ、あの一流の小林秀夫もやっぱりそういうことに対して批判をしていて、何をバカなこと言ってんだと、その大事なのは悪なき批評悪なき批判精神なのであって、なんでその後に実力行使の段階なんか来るんだと、ずっともうずっと批判精神を続けていく、その活力が大事だと。だ逆バカ保守っていうのはそのすぐになんか実行だとか言って、なんかそっちの方が元気がいいような活力みたいに一見見えるんですけども、実は逆だと。でこの TPP なんかでも何でもそうですね。だあの先ほどの橋本徹なんかも典型ですけども、議論なんかもさっさとやめて言ってもしょうがないんだと、学者先生は理屈ばっかり言ってとかね、自分は実力行使だと、まあこう言うんですけども、実はまあ、確かにバカげた議論ばかりしてる学者先生が多いので、彼の言うこともわからないでもないんですけども、そういうバカげたんじゃない批評とか批判精神をずっと続ける活力ってのは大事だなと思うんですけど、私の場合はまあさすがに保守見習いなんで、本当はそれが大事だって分かってつつもですね、あんまりバカな議論聞かされるとうるせえな、もうやめるよじゃあってなってしまうのは反省なんですけどね。でも今おっしゃったことはこの問題につながるんですよ。その小林秀夫さんがね、何言ってるんだと、生きるってことはね、その批評精神批評活動をね、家庭の中であれ紙の上であれね、何であれ貫くことだとっていうことなんだけど、その話をねさらに延長するとね、大阪の橋本氏の僕は何も関心なかったんだけど、人に見せられたんですよ。橋本市長さんがね、なんてツイッターっていうのつぶやきやっててね、大阪って言ってて、あちこちの見せられたから見たらね、学者知識なんてひでえもんだとね、適当に議論してるだけで何一つ実行力かな、俺は実行するんだ、でもねそれが政治だとこう言ってるの。でもねそこでやっぱひっくり返さなきゃいけなくてね、政治の根本は何かって言ったら実は批評することなんだって ね、バカげたね、にわか作りの政策、矛盾だらけの政策でですよ、あれを実行してひっくり返って、そんなのはね民主主義政治ではあたかもね政治の表舞台のようになってるけども、そんなものをね政治の中心でも表でも何でもありゃしないと。本当の政治は例えばこういう場であるとかね、例えばですよ、書物でもいいんですよ、雑誌でもいいんだけども、そういうことこそが本当の政治だっていうね、つまり言論が即政治であるという認識が戦後っていうか近代知識人になかったんですね、その問題があるそうですね、そういうわけですよね。そうだと思います、ところがね、もう一つ付け加えると、厄介なのごめんなさい、ちょっと調子悪くて大変、それともかく最近僕ね、矛盾を解決するとか乗り切るとか適当なこと言ってたんだけど、実は乗り切れないんですよね、人間ごときはね。そこでね、どうしてもね、二つのことが、これ多くの人は言ってるんだけど、例えばチェスタートンで思い出したんだけどね、福田さんたちも分かってたと思うんだけど、つまりね、一つは宗教の問題ね、つまりね、矛盾っていうのは ものすごい矛盾なんですよ。これはね、何かね、適当なね、もちろん僕面白いって言ったら僕だけど、面白かっていうぐらいじゃ解決できないね。そうするとどっかにね、絶対の基準がね、何か そうしないとね、その場その場その場の適当な、それこそ昔で言えば糸井重里的な面白主義みたいなね、もっと哲学的に言えば相対主義でもって、また一種の状況適応のバカ騒ぎをやるだけでしょ。そしたらどっかでのこう乗り切るためにはね、宗教感覚につながるような絶対の基準というものをね、どっかこう見つめないといけないんじゃないかなって感覚が出てくる。ところがさらに問題厄介なのは、そんなね絶対的基準なんてね言うのは、これはいろんな宗教に凝ってるっていけないから、関わってる人に失礼だけども、
そんなものですよ。人間ごときがね、神じゃないんだから、うん、近づけないわけですよ、うん、そうするとね、そこであれなんですね、チェスタートンたちはユーモアって言うんですよね、うんうん、自分は絶対を、まあ、欲しいんだけど、いろいろ考えたし、なんていうか信じようとしても見たけど、うん、近づけない、うん、その絶対と自分の現実の間のね、このギャップが感じ取るがゆえに、それをね、ある種ペーソス混じりのユーモアって形で表現しよう。さて何言いたいかというとね、中野君の気持ちが、うん、教えじゃなくて分かるのは、ね、バカ保守だろうがバカ左翼だろうがね、どっちでもいいんだけどね、別に保守に限らないのよ。戦後ね、まあ、僕もお前もそうだろうって言われたらあれなんだけど、やっぱりこのユーモア感覚っていうのかな、ね、これ酒場でも紙の上でも何でもね、なんかやけにいたけだかだったり、やけに単純な理屈を押し通そうとしたりね、やけにね大声だけで叫び立てたりというね、そういう懐逆精神の欠如、貧困っていうのはものすごく目立つんですよね。でそういうことも保守思想をね、やっぱり保守思想の実践的認識の重要なビタミンかなんか知りませんけど、養分はね、その場合ね、その絶対の基準、まあ宗教でも神でもいいと思うんですが、うん、まあそのそれを信じるかどうかはまあ個人の問題ですけど、うん、まあそういう基準があるとして、それは言葉で我々がね語る以上、うん、その森鴎外でしたか、あの哲学者のかのようにって言うんですか、アルソップっていう、やっぱりかのように、絶対があるかのように語ることで、この相対的な非常に曖昧な、あの不安に満ちた何がしかの生活なり人生に少しでも意味なり秩序なりを与えていこうという、うん、そのやっぱりかのようにの精神っていうのがあると思うんです。そしてそのかのようにを語る時には、必ず今おっしゃったその懐逆とかユーモアとかっていうのが、うん、あるいはまあ演技的なものがやっぱり表現の中に入ってくると思うんですよね。それが例えば小説だったり演劇であったり、まあ福田さんはそれを演劇自ら作ったわけですけども、ほとんど福田常春の演劇ってエンターテインメントですよね。そうだね、あの全然あの何ていうか保守思想なんて語ってない、エンターテインメントの、あの劇なんですよ。そのまさにユーモアこそがやっぱり非常に大事なもんだっていうことだと思うんですよね。それはだから左翼だと井上久志なわけでしょ。左翼なんだけど改革があるわけですよ。改革がないと、もっとしいな、その山本薩夫の映画みたいなの見てるとね、いやもう息苦しいなみたいだけど、井上久志だとそこに改革が入ってるわけですよね。井上久志は左翼じゃないんですよ。そういう意味ではまたここでまあバカバカ言ってあれですけど、バカ保守の勘違いがあって、保守っていうのはその歴史を尊重するっていうことにもちろんなってるので、日本の歴史はこんなに素晴らしいんだとかですね、歴史に学べとかですね、もうそればっかり繰り返すんですけど、実は歴史に学ぶっていうのは、もうこれはもう厳密に言えば本当の歴史じゃなくて歴史小説もいいんですけど、その登場人物が滑稽だったりするわけですよね。一生懸命やってるのに、もう時代の変革とか逆らってもどうしようもないことがあるのに、それに気づかずに突っ込んでってコテンとやられちゃうとか、そういう悲喜劇ですよね。そういうのは人間というのはあるよなっていうのを学んで共感するってことが、実は歴史に学ぶ、保守が歴史に学べって言った時の歴史なんですよね。何もそのこのなんとか事件は本当はあったないかとかですね、日露戦争まではこんなに素晴らしかったとか、日本人の昔の被害はとか言って、だから俺たち日本人は素晴らしいんだって、そういうのを歴史に学ぶってんじゃねえんだよ。だから維新だ脱藩だっていう話になっちゃうわけですよ。そうなんですよ。小林先生、山本五十六の映画見たじゃないですか。あれ、この間黒澤明が山本五十六をやろうとした時、どうやろうとしたのかっていうのを改めて見てみると、まあ映画にはなんなかった、黒澤を降板して、トラトラとか、あ、トラトラとかね、黒澤明がトラトラトラって映画を途中でハリウッドで見ました。そうですね。でどういうのを作ろうとしたかっていうと、まさにその山本五十六っていうのは時代の喜劇だと、だから例えば戦争に反対してたやつが心ならずもだけど、そうやって今度は戦争をやると、そうするとそれに今度は勝とうと思って、真珠湾奇襲作戦みたいなのを考えていく。それで真珠湾は成功するんだけど、でも結局それがアメリカを怒らせて日本が滅びていくみたいなね、こう山本五十六は偉かったでもなければ、その山本五十六は悪いやつだったでもなく、やっていくっていう、奮闘努力の垣間なくです。それはいいですよね。ただまあね、ちょっといけないんですけど、今の山本五十六ってどうなってるんですか。今のはね、この間あれしたんですけど、そのなんていうのかな、あれはね、おそらく
一番、まあいいや、今の鳴島監督のね啓蒙的なね映画としては、つまり僕はこういうふうに解釈した。啓蒙的、うん、つまりね、うん、あの例えば東京裁判が、ね、あでもしも山本五十六が生きてたらね、もちろん戦争仕掛けた張本人だから永久戦犯でしょ。 でもね、山本五十六がまあまあなかなかの人物だったっていうことを描くことによってね、うん、実はね、要するにあんな東京裁判なんていうのはアメリカ側の復讐なり見せしめのね法律をですね偽装したね見せしめ裁判なんだけど、それに対して戦後はね66年ですよ、日本悪かったってことになってるけども、実は山本五十六というね張本人、戦争を仕掛けた張本人を出してなかなかの人物だったってことを描くことによってね、大東亜戦争、あの渡辺彰子的に言えば東京裁判士官難のようなものに対してある種のその何て言うかな批判を示すっていうのと、そういう意味ではね、まあ、そういう意味ではその左翼じゃない映画で一歩ね、それからもう一つね非常に特筆とかは簡単なんだけども、あの朝日新聞か毎日新聞がはっきりしないんだけど、あの戦争を煽り立てたのはね、要するにさ新聞であるとメディアであるってね、もちろんなこと多くの人が知ってるんだけど、今だかってそのことをね、あれな、あれ主題として出したことはどっかにあるかもしれませんけど、まあないんだよね。うん、その2つの点でね、やっぱり僕はまあね、アクセプトする映画だと。しかし小さい頃で言うとあんまり僕面白くなかった。ただ弱みは、だからまさにね、いや僕から喋るって言われてるのは、実はあんまり面白い話できないってことに突然気づいたんだけど、平凡な話から言うとね、憲法にもこうやって書いてあるんですけども、安全と生存ってやつね、セーフティー&サバイバル、そのバカ星かコリコ星かは知りませんけどね、やっぱり日本の国益と称してアングロサクソン、アメリカと仲良くしてれば大丈夫みたいなね、例えばそういうのずっとあるわけでね、そういう人たちの考え方っていうのをこう打っていくと、結局安全と生存が欲しいってことなんですね。でもね、安全と生存っていうのはいつもね、何のためにっていうね、いうことがあって、ちょっとまあ下かぶりになるかもしれませんけど、例えばホッブスだって、まあ、トマス・ホッブスね、あれはなんだ、まあ、いや、とにかく17世紀だね。それ でもあれだってね、イギリスという国をコモンウェルスのね、やっぱりあの国家の名誉のために、なんていうんだかね、例えばだけど、なんていうかな、ジャングルの中での戦いとしてね、それでその生存の問題をね考えたんですね。名誉のためってことあるけど、その前であれですよ、うん、あの何て言いましたっけ、マキャベリーだってね、あれはフィレンツェっていう町がね、の名誉のために、その独立を守るために、まあ簡単に言えば剣謀術、まあ簡単に言えばね、どういうあのマキャベリアニズムでいくかというね。でもやっぱりいつもね、国家の名誉ってことあるんですよね。そうでしょ、日本だってそういうね、そういうことを抜きにして安全と生存から始まるっていうのはね、これやっぱりね、保守といえ、安全を保守しようとか生存を保守しようって言うならね、それは本当にね、あのあれですよ、あの中国でもどこでもね、まあ、その場その場でくっつきたいとこ行って、奴隷暴行でもしてればね、安全と生存保障される可能性もあるわけですよね。そういう議論をね、保守が延々とやってるってことね、これやっぱ保守思想といえば恥辱なんだってことをね。うん、あのさっき20ちょっと違うものでちょっとね、発言、うんうん、その最後高森ね、僕は江藤さんの南州残影は面白くなかったんだけど、それはともかくね、最後の場合は分かるような気がするんだよ、っていうのはね、それは単にね、あのなんていうかな、あの死体をね城山に晒したってことじゃなくて、彼のね人生があるわけですよ、延々ね、うん、そうでしょ、徳之島に流されたり、その大河の当時に自殺して自分が生き延びたりね、それいろんなことあるでしょ、大久保利通との隠して、とするとらね、うん、そういうね長い人生の結末としてもあるわけね、うん、それで嫌なのは、ね、やっぱり近代のね、あんまり近代の戦争軍隊をね、 あんまり軽はずみ来賛できないのはね、うんうん、たかだかですよ、例えばあの貧乏に生まれたらちょっと頭がいいのと、 あんまり授業料かからないで入れるって軍隊に入って、体格もいいからって入ってね、覚えることはほどほど合理主義的、設計主義的、戦略戦術のお勉強して、それで最優等の成績取ってね、
それで将軍になりましたみたいな、僕はその通りです、その通りです。それとね、やっぱり西郷隆盛をね、やっぱり同率に論じちゃいけなくて、もうそれ以上の議論しないの。この中野うちを喋ったのはね、僕ね本当にがっくりしたんだけど、映画さっきやってたけど、あれあるんですよね、300ってね、これはとんでもない、僕はとんでもない、僕はダメだったんだけどね、はいはい、でもあれはね、その映画のことを別としてあれでしょ、あれはあのヘロドトスの歴史に出てくるテルモビレのね、あれはラケダイモンだからスパルタですか、300名がね、ペルシア軍6万か7万ですよ、100万とかなんか映画の中で本当誇張されてましたね、それに向かって突撃して全滅するわけですよね。でもね、それはね、やっぱものすごく感動する、その出来事はね、でもだから日本軍のねやつだから、大東亜戦争のあれもね、やっぱりそういうふうにしてね、一般兵士はペリリューでもいいんですよ、あのインパールでもいいんだけどね、もう突っ込んでいくね、それで屍死死類類っていうのね、それについて僕は皆さんと同じようにある種のその何て言うかな、納得感動も覚えるけどね、同時にね、やっぱりあの近代に始まってからの戦争ってね、嫌なところあるんですよね、ほとんど設計主義者の戦争なんですからね、やっぱり語らなきゃいけないし、僕ね、表現者として何度かね仕掛けてうまくいかないんですけども、それはいいんだけども、今おっしゃったことを僕また賛成だけども、それをずっと追っていくとね、歴史上の if としてあり得たかもしれない過去として、実はね、阿南中将大将、本土決戦をやったらね、どうなったかっていう、これあれで徳富祖宝がね、その少なくとも戦争終わった後ガーッと頑張ってた話だけども、そのことをね、この保守派の人たちがね、そのことについてきちんと議論してないんですよね、一度たりともね、特攻隊その他は本当決戦やるつもりで自分が死んでいくんですけどね、これでポツッと終わるでしょ。もっと厄介なのは、これ戦争論やったらキリがないけどね、例えば渡辺正一先生たちは昭和天皇はね、検定で偉大だったと、なことも否定しませんけども、その中の一つの項目として、あの例の、ね、終戦敗戦の詔勅が入ってくるわけですよね、戦争を終わらせたから立派だ、もちろんね、そういうふうに僕は言えるかもしれないと思ってるのよ、いろんなレベルがありますから議論ね、でもね、あっさりそこでね、あれですよ、締めくくられたらね、あの戦争をどういうふうに批評するかって問題が起こってきて、それぞれの保守派として言えばね、やっぱり本土決戦はあり得たし、やったとしたらどうなったかね、それについてのね、なんか過去への推測だって本当はもうちょっとやらなきゃいけなかったの ね、ちょっとくどいけど、それをね、昭和天皇が検定であられたんで終わっちゃうってことは、一種の思考、歴史に対する思考停止ですよ。だから先生ね、ちょっと一応、今のお話と、まあ、関係するかどうか、例のテルモピレとかその戦争の話と関係するんですけど、例の、まあ、こだわって恐縮ですけど、バカ報酬ですねで結局バカ報酬って何なんだろうかと思うと、まあこれもご承知の通りで、戦後支配的だった左翼に対するアンチに過ぎんということですね、はいはい、反左翼って、でまあいろいろあると思うんですけど、冷戦とかうんぬんかんぬんとあるんですけど、私はさっきの西部先生の保守の3つになぞらえて言うと、左翼、戦後左翼っていうと、やっぱよく言われるのは、一つは自虐的な主観、それからまあ小賢しい理屈それからまあ空虚な理想主義、そうするとですね、バカ保守はこの3つをひっくり返してるだけなんですね。つまり自虐的な歴史観が嫌だから自己愛的な歴史観ですよね、そっちに走っちゃってる、ただそれだけ。それから小賢しい理屈が嫌だから、何かいや実力行使だ、行動だ、決断だと感情論で言う、それで最後に空虚な理想主義が嫌なもんだから、ベタベタの現実主義で結局のところ強いものにつくと。ところがこの前まで小賢しい理屈が嫌だったくせに、現実主義で言って強いものにつくってことに理屈が必要になるので、ここに小賢しい理屈が積み重なって、もう TPP なんか典型ですけど、山本小賢しい理屈を聞かされたと、できもしないことやりやがってと思いましたけれどもそういうのがある。ただ本当にこの現実主義に関して言うと、まあ主義というか別にしてリアリティ、現実っていうものをに重きを置くっていうのは、確かに保守思想の、健全な方の保守思想でも重要な側面ではあることはあります。ただですね、その現実っていうのは、今お話が出てるようにテルモピレーでも第二次大戦争もですけど、現実の中に非合理なバカなことをやるとか、現実なのにの中でその無理な理想に向かって人間が
動き出しちゃうとか、何か理想や規範や崇高なものを現実の中で持って動くって、これが現実で、それをトータルに現実として見とくのが、で尊重するのが本当の保守だとしたら、当然現実主義っていうか現実を重んじるってことの中に理想とか絶対的な価値とか、そういうのが当然含まれると、そういうことじゃないかと思って。それとね、もう一つ言うと、俺偉そうに中野君のちょうど、あの親父さんの年代に当たるから偉そうに、やっぱり僕ね、バカ報酬って言ったらダメだと思う。その意味はね、その意味はこうなんですよ。つまりね、まあ、ちょっと理屈で言おうか、慣習慣ね、つまり慣習っていうのは既存の制度ですけど、それはどんどん戦後壊すでしょ。近代社会を壊したんだけど、それは壊し尽くしたわけじゃないけど、本当に破壊が進むとね、多分ね、やっぱりヤンガージェネレーションはね、何か頼るべきね、あの習慣を守ってれば大丈夫だみたいなものがどんどん頼りなくなってしまって、そうするとですよ、ちょっと話あれだけども、例えばだけども、その天皇万歳といえば何か戻るんじゃないかとか、靖国参拝を繰り返せば何か確かなものに近づけるんじゃないかっていうふうにね、一見したところですよ、本当に単なる感情論で、単なるその左翼の裏返しなんだからバカに見えるけどね、やっぱ彼らのそういうことを考えた時に、本当は別に彼ら弁護しようって言うんじゃないバカなんでしょうけどね、僕が言いたいのは、おそらく保守派として言えばね、そういう人たちにあれで説得を仕掛けるっていうね、例えば靖国参拝をたった繰り返している青年がいたとしましょう、僕は数年1回しか行かないってことを自供してね、しませんと、いやいや、いかんです、それはいいとしてねいいとして、やっぱりその話の場でね、青年よと、ね、あなたがね、やっぱりその靖国に行く気持ちは分かるということを言って、でも靖国に行くことの意味は何であるかってことをね、あれやこれや、靖国それ自体が重要なんじゃないんだっていうね、その靖国という神社に込められているね、国家の歴史とか戦争の歴史とか英霊の 志とかね、そういうものを感じ取ることが大事なんだっていうことをね、やっぱりこの言論の場でさ、中野君にそろそろ、俺もじき死ぬんだから中野君あたりがもうちょっと粘り強くやってくれないとだからね、先生おっしゃるね、はい、私っていうか、ちょっと今の話割って入りたいんですけどね、その肩か以下ってね、それはもうおっしゃることよく分かるけど、どうなんでしょうね、もしも人間がね、言葉の動物だとしたらさ、言葉こそはね、必ず形を持ってると同時に意味、意を持ってるのね。まあそうですね。そこでね、問題なのはね、やっぱり保守派でばっかり利己が知らないけどね、どんどんその問題がね、型と意に分かれてしまってね、いう傾向があって、ということは逆に言うとね、やっぱりその言葉の活動においてね、日本人はどっかね、言葉をサボるとこありますでしょ、ね、それでなんていうかな、男は黙ってサボるっていう、何でもいいんだけどさ、黙ってさ、なんていうかな、意が通じるだろうとかね、やっぱりね、通じる子もあるんですけどね、目つき一つでね、巨大神器であったよね、俺の目を見ろ、何も見ろなとそれ分かりますけどね、やっぱり言わないきゃね、誤解も錯覚もあるしね、そういうことだから、すぐに、じゃあ一言言うとね、すぐだったら言葉なんですよね、言いたいのは、そう本当の言葉なんですよ、そう、だから家庭でもね、こういうテレビでもね、酒場でもパーティーでもいいんだけどね、日本人がね、もちろんユーモアも交えてよ、それからね、相対主義のふざけたね、なんていうニヒリズムの、はい、適当にニヤニヤ笑いを浮かべながらね、適当に、なんていうか、おざなりのことじゃなくて、もちろんおざなりも必要なんだよね、いつも大真面目に構えられたら、これはね、おざなりも必要だし、ニヒリもちょっといろんな味付け必要だと思うけれども、何かね、この言語活動においてね、相当やっぱこれ、おおよそ単一民族のせいだったかもしれないんですけどね、やっぱり何かの貧しいところがある、先生ね、それね、もう一つ言わせてもらうと、兄弟神宮の話出たけど、私ね、歌心を失われたと思ってるんですよ、いろいろ家族だなんだって言ってるんだけど、もう一つは歌というかね、その和歌っていうね、つまり日本語の中っていう論理的なあんまり言葉ではないと思ってるんですけどね、ただ歌で全て昔から万葉の時からずっとですね、歌心っていうことでお互いに通じ合う俳句も含めてですよ、まさに姿ですからね、そうそう、それなんですよ、だからそういうのがね、戦後になくなってね、あれつまり随分たくさんいろんなものがね、消えていってるっていうね、まあ今だってもちろん作ってますしね、あれ今の毛利宣長の姿は偽がたく、いわ偽やすしっていうのは当然宣長だから
文学であり表現であり言語論ですよね、ということで言ってるんですけども、私なんか、まあ、もちろんその通りなんですけど、もしこれを政治とか経済とか、うん、そういったことに当てはめると、姿は似せるのが難しいが、うん、意味は似せやすいっていうのは、例えばこういうことじゃないかと思うわけですね、うん、まあ、あの野田首相も典型だし、まあ、またバカつけちゃうと怒られちゃうけど、まあ、頭の不自由な保守にありがちなんですけれどもああすいません、あの国益が大事だって言いますよね、うんうん、でもこれはいいですよね、うん、だ国益大事ならみんな分かってるんだけど、うんうんうん、じゃあ姿って何かっていうと、うん、TPP とか、うんうん、あるいはイラク戦争とか、うん、そういう具体的なシチュエーションの時に、うんうん、あなたはどうやって国益を守るんですかっていうスタイルが問われるわけですよね、うんうん、だけどこれは難しいわけですよ、うん、だって TPP に賛成するのは国益だってふんずり返ってるやつら山ほどいるわけですね、うんうんうん、そうですね、そういう意味かなと思うと、やっぱりこだわるようですけど、スタイル、うん、意を似せがたいって、その、うん、あ、いいじゃない、うん、形をあのスタイルを、なんとかしようと、それで、やっていこうというのは、具体的な TPP とかイラク戦争とか、その時その時の判断、原発とかそういう時の判断でどう国益っていうのを表現していくかってことは、これはやっぱりバカではできないことでありまして、いや、そうだね、いや、そうなんですよ、これね、ちょっと安岡さんにもまたね、聞きたいと思いますけど、今言ったことで言うと、今回さっき先生おっしゃったホルムズ湾のことね、あのイランのこと、これ間違いなく戦争準備してるんですよね、で大きな戦争にするか限定的な戦争にするか別として、今確実に今アメリカとあのイギリス含めてやってるんですよね。でね、核武装しちゃいけないかっていうことをね、私なんか今日っていうか実は木曜日の放送で、私はイランがなんでね核武装しちゃいけないってみんなで、ね、それ当たり前のことみたいに言うけども、自分の国守りたい国がいたらね、パキスタンだって北朝鮮もやっちゃったわけだしね、我々の国だってそうだということは、そこのところからもう一回きちんとね、さっき言った国益論で言えばね、そういうところやらなきゃいけない。そう、本当にね、お二人、本当に僕ね、ちょっと昨日戻って短い原稿その書いたんだけど、本当にそうでしょ。日本人がやってることは段階的経済制裁ってね、向こうから財務長官の回答がやってきて、はいはい分かりましたってね、と言いながら石油も欲しいもんだからさ、適当にごまかして段階的にアメリカに加わっていきます、それであと一切の議論が、ね、ないわけでしょ。でも議論し始めれば、水島さんがおっしゃったようにね、おそらく核武装っていうのは北朝鮮のようなね侵略国家としての証拠を山ほど残している国はね、核武装しちゃうとね、論理必然的にそれは他国への、ね、核による侵略ってことをそれこそ意味してしまうから、国際社会として問題だから、それは封殺なり細かいろいろやんなきゃいけないけど、イランはね、僕が知る限りね、そんなね侵略的な証拠を残してないんですよ。テルモビレのはこれは知らず、いざ知らずそれはともかくね、例えばイランイラク戦争だって最初はあれでしょ、イラクが やってきたわけですからね、それからねイスラム原理主義がどうなったってそれはあれですからね、基本的には文化の問題でしょ。それからその国際テロにね、いろいろ支援してしてるんでしょ、イランは。しかしながら、ね、あの国際テロのかなりの部分はね、アメリカという僕に言わせばテロ国家に対するね、いわばレジスタンスとテロやってるんだっていうふうに僕思ってますから、それじわりとは言いませんけどね、そうなったらね、イランはね核武装する少なくとも資格はあるんじゃないのって議論ぐらいね、日本人はしないきゃいけないんですよ。と、いうことは何にするかっていうと、日本はその資格は終わりなんですから、平和ボケですからね、侵略的、もうちょっと侵略的でいいと思ってるんだけど、平和ボケの国家だから資格は終わりでしょ。でいずれね、平和で済まないとなったら、日本も核武装をね、必要だってことをわーわー言えとか、なんかそれはね政治家のこと要求しませんけど、少なくともね言論的実践においてそのことがね、みんな言えとは言いませんけど目立つ形で出てこない、こんな馬鹿げた保守世界はあるかって、現代保守の時代ね。でもだけど私はダメだと思うな、それは。やっぱりそのいや、あの怒られるかもしれませんけど、禅はダメだと思うんですよ。どうしてかというとね、さっきの実践と真逆ですよ。なんか特殊な空間でね、静かな特殊な空間で座って考えるマンってものにはろくなものがないと。それはちょっと逆に言うと、さっきのトゥルースの前の議論のその健全性、サウンドネスの議論なんですけど、まあ富川先生がおっしゃったことを聞きながら、
あ、俺は誰の議論が健全って考える時ってどう考えるかなって思い返してたんですけど、最近ちょっとずつ分かってきたんですけれども、私がその健全だって思う文章とかそういうものって、なんかレトリックがどうのとかっていうよりは、読んだ後にああ腑に落ちるっていうか、うん、あ俺の過去の経験でも似たようなことが身近であったって類推が、うん、及ぶようなもので、うん、しかももっとそれが健全だって分かるっていうのが、なんか例えば30代の時は何書いてるか分からなかったんですよ、40になったらやけに分かるとかですね、うんうん、そういう経験をするような、あちょっとそのことでね、僕10枚から使ってるんで、なかなか人様に分かってもらわないんだけど、英語であのインテグリティって言葉あるでしょ、うんうん、おそらくねイギリスだとか知らないけど英語圏で結構大事な言葉だったんで、それはのインテグリ、あれ数学のあだが積分ですから、インテグリティの元々の意味はいろんなことを総合するっていう意味も、総合性ですよね。ちょっとだけ触れとくとね、したがってエコノミストなんて何も総合してないわけですよ。マーケットの金勘定しか知らない、こいつらインテグリティにかけるでおしまい。別にエコノミストに限りませんよ、いわゆるスペシャリストはね、全部インテグリティにかけるとこ、まあ断じていいわけね。ところが地引き調べるとね、インテグリティの2番目の意味は一貫性なんですよね。これ結局あれ時間的総合性でしょうね。ところがね、それに触れ、つまりさ、そう簡単にしっかり考えたことは、そう簡単にね半年後に意見は変わってません。ところがあなた、この国の言論を見たらですよ、イラク戦争大賛成って言ったやつが半年後にはそんなことなかったような顔してるわけで、ってなことね。そうですね、多分 TPP だってそういう調子になりますよ、うん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 、それから最後に面白いのは、インテグリティの3番目の意味が、これは人格に関わるんだけど、あの誠実、人格のね、あの人は誠実だ、そこで健全さと関係あるんだけど、俺別にヒューマニストじゃないしね、誠実でもないから、誠実性って言葉を振りまこうって気はないんだけどね、やはりその何て言うかな、うん、そう、何ほどか総合的で、うん、何ほどか一貫性を持ってるね、うん、そういう言動をしている人間はね、うん、いやまあなかなかやつは誠実だなっていうね、これ、うん、シンセリティとはちょっと違うんでしょうね、ちょっとまあそれはいいとしてね、うん、そういうだ、やっぱりその言論なんだ、認識的実践、実践的認識において、うん、どうしても見つめないきゃいけないのは、ね、うん、そういう言論活動のインテグリティっていうのかな、うん、間違ったらはっきりは間違ったと認めることも含めてね、うんうんうん、でインテグリティっていうのの求心力をこうつけようとするのが結構しんどくて、 そうね、それが活力っていうか、うん、人間のエネルギーだったりするような感じはものすごくするんですよね、うんうん、いや、そういうことだと思いますね、うん、来て掃除してろっていう、でも中村さん、まあ、実際なんですよね、言ったことある、こういうのかと思うんだけど、うん、僕の言葉じゃないんだ、チェスタートンっていうね、変な人の言葉なんだけども、彼はねほとんど何も知らずに平気で言っちゃうことから適当に言ったんだと思うんだけど、アジア人は変だと、東洋人ね、うん、本当はアジア人は単に 目が細いだけなんだけど、あいつらいつも目をねほとんどつぶってるね、半眼ですね、半眼ね、はい、全周らしょっちゅうつむっちゃったり瞑想しちゃったりしてる。それを、ね、チェスタートンはね、あいつらアジア人はね、要するにその外界に対するね好奇心、驚きの感情ねが乏しいんだと、自分のところで納得しちゃってエゴイストであると、自己愛だけのやつらだと、こうやって断定してくるわけさ、うん、我々クリスチャンたちは違うんだと、この宇宙はね神が作ったんだと、人間ごときにね分からない摩訶不思議なことがね様々起こるんだと、それに我々はねいつも目をパッチリと開いてるんだってね、まあ、ふざけた話ではあるんだけど、ね、先生すいません、めちゃくちゃな、まあ、チェスタートンってのは私大変尊敬してますけども、尊敬しては全く分かってないというね、あのでもなんとなく俺ね一理あるなと思ったことはある、うん、あの頭の心の中のね、あの宇宙とその外の世界のね、あれとやっぱり区別つけないっていうね、いや本当は税収話したいんじゃなくてね、うん、まあまあ、また言語活動と案外日本人がそれやりますよ、はい、相手の話を何も聞いてないっていうね、あれ相手に対する好奇心とか関心っていうかね、それは薄いせいで、だから本当こと言うとね、あれなんで、相対主義が成り立たないと思う。例えば杉原さん何かおっしゃったとするでしょ、それで僕がそれをね、もしも真面目な関心持ってこうやって聞いたらね、あそうかと、こういうこと、そういえばそうだなってね、それを思った途端自分の中にね杉原が入ってくるわけですよ、そしたらね、そこである種大げさに言うと人格がチェンジするでしょ、杉原君を知る前の僕とね、杉原君と語った後の僕は違うわけですよ、そしたら自分の頭の中のあれで矛盾を整理しないといけないのね、もともとの俺が優れてるのかな、後から入ってきた杉原が優れてるのかね、
あるいは2人を足し合わせばどうなるのかってことをねやるとね、杉原は杉原、西部は西部なんて済まして折れないのね、うん、それ全です。案外ね東洋人にねそれが全です。わかりました。だから全の話話して案外ね東洋人って、現代日本人の学会も含めて新聞記者なんかも、うん、もっとそうですけどね、うん、人の話に何の関心もないのに意見だけ聞いてるっていうね、それで名教止水で、うん、あまた怒られる社長。いやいや名教止水なんて使うやつは信じてませんけど。あそうですか。あのほね、そういうところはそこでね、うん、この前は表現者って雑誌で言ったことだけど、厄介なのはおそらくね100年ぐらい前にヨーロッパではいくつリンギスティックターンっていうんですけども、うん、言語学的展開っていうのが今のフッサルの生活世界で言えばね、うんうん、生活とは何じゃと考えた時に人間の生活はね獣と違うだろう、結局言葉が生活の中心にあるだろう、次にねフッサルの段階は一種の心理学なんですよね。それに対して次にね言語とは何だろうとこ考えてきて、これあと喋れば長くなるから端折るけども、本当に残念なのはね、これやっぱり日本の保守思想はね、何もそんなことあちこちで言う必要もないんですけど、どっか中心にね保守思想も言葉の、しかもそのなんていうか言葉の実践であるってね、言葉とは何だろうかっていうね、そういう言語学的展開をねどっか踏まえなきゃいけない。残念だったのは70年代ね、パリ輸入だとかニューヨーク輸入でさ、言語学だ基本学で入ってきたけど、それ全部遊び事にされたんですよね、相対主義のね。あれやっぱ保守思想があれを引き受けなきゃいけなかったんだけども、僕はまだね今から40年前ですからね、あんまりね保守思想にまだ踏み切ってない時があって、だからそういう意味ではね、僕の芸の人たちがね、そのねそういうことを何一つやってこなかった。だからあそこで入ってきたいわゆるポストモダニズムの中にはね、やっぱあれをちゃんと噛み砕いて位置づけていけばね、日本の保守層が勝手とすべきものはあるはずですよね、あったはずだと思うんですよね。やるべきことありますね。いやいや、やっぱりあれですよ、矛盾だらけですからね矛盾を生きるのは結構楽しいけども、まあね、もうどっちみちあれですよ、死が間近になるとおのずとその人の能力とキャラクターで少々はまとまりますから、お若い衆恐れずに言論戦に突入せよ、総員突撃せよでしたっけ水木しげる何かありましたね、まあということで